どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビガミヒューマンやっていきたいと思います。今回は前回、最終回で言った通り、番外編の方やっていきたいと思います。結構いろいろ見たいっていう声もあったんで、やっていきたいんですけど、なんか、あります？どっかこう、見てみたいなっていうシーンがあれば、まあ、今ちょっとライブ配信でやってるんで、チャットの方も確認しながらなんですけど、あります？あれば、ちょっとそこを、やりたいなと。で、僕の中で、やりたいのが、どっちだろう。運命の分かれ道のところと、あの、魂の夜で殺すっていう選択をしてみたいのよ。そこだけやね。そこをね、ちょっとしたいなっていうのあるんだけど、歌う前にエルサさんが歌なかったけど、歌ったらどうなの？歌う前だと、魂の夜かな？ボンクラを殺さないパターン。打つシーン結構あったらからな。ちょっと今チャット見ながら、あれですね。フローチャート見ればいいのか。あ、そうだ、ボンクラそういえばやってねえわ。確かにボンクラやってないな。これエレベーター内の話かな。歌う前でしょ。歌う前。あ、カメラを作動したままってここあったんだ。あー、変異してないコナーね。あとなると、運命の分かれ道がここじゃなくて、ジェリコか。交わる運命のところか。マーカスのシーン。あ、序盤マーカス。ちょっと待ってね。序盤マーカス。まず、そうだね。物語的に最初の方から見ていきましょうか。序盤マーカス。じゃないよね。画家じゃないよね。相棒。これだよね。多分。ボンクラを殺さない。あれ？ボンクラと会うって。マーカスが多分銃を撃つかどうかの選択は多分全体的に僕撃ってるのよ。で、殴るはあったね。あの、このボンクラをね。これだね。マインドパレスを破るで、変異にして、ここで耐えるんじゃなくて、多分ここで殴ったパターンかな？あ、だよね。やっぱここだよね。カールがあれだね。パーティーから帰ってきて、侵入者が入ってるってところだよね。パーティーを。まあ、とりあえずやってみますか。セーブしないでいきます。あ、やっぱ長いこと続けないと出ないルートもあるんだ。あー、やっぱそういうのあるんだね。いやー、それはそれで、あ、やっぱそれはやっぱやり込んでる楽しみだろうね。あー、意外と飛ばせないね。あ、いえいえ、全然お気になさらず。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。あ、やっぱパーティーやね。なぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。まだこのマーカスの顔が穏やかやね。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。まあまあ、カールおじさん。まあ、行きましょう。
カールおじさん、もう時間短いんだから早く行こう。スコッチをストレートですか？その通り。お医者様に怒られますよ。医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。さあ、そうだね。今度会ったらドラムスコを打つぞって言ってたんだけど、打つという選択が一切出てこなかったんで、ドラムスコを殴りに行きたいなと。警察を呼びなさい。はい、通話。ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。で、前回僕一緒に行かなかったんだよね。自分だけ歩いて行ったんだよね。待たせてね。今なんか選択出たような気がした。気のせいか。ネオ、何をしている？金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。いや、何回見てもちょっと腹立つね。俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。じゃあ追い出します。警察を呼びました。今すぐ出て行かないと面倒なことになりますよ。あんたはいつも俺を拒むなあ親父。俺じゃ不満か？こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか？いい加減にするんだ。今すぐここから出て行け。なあ、一体こいつのどこが俺より言ってんだ？もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、構うんじゃない。殴ってみろよ。ほら、どうした？お前それで人間のつもりか？やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか？やめるんだレオ、やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。さあ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 、前回ね、前回はやられっぱなしだったんで、今回はじゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだレオ、誰に手を出すか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。いや、もう言わせん。よし、あー、すっきりした。レオ、バカだお前は。レオ、バカな息子だった。カール、僕は ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。何も言わない。早く行け。さあ行くんだ。マーカス、そこを動くな。いやー、早かった。自己防衛。一応これで、あー、ちゃんと選択は出てくれるんだね。なるほど。これ、この画面から戻れるようにしてもらえ、あ、いや、できないか。戻るようにしてくれるとめちゃくちゃ助かるんだけど。メインメニュー戻りましょう。まあ、これはこれでちょっと辛い。確かに辛いね。あとは、まあね、第2話か3話目からもやもやしてたものが、すごいスッキリしましたね。で、本当にいねえな、ここね。本当にいなくなったな。さあ、あとは、
夜の嵐はもうぶっ放したんでいいとして。ぶっ放したんで、こっちもだね。当てどなくは逃げた。死の淵。そう、カーラが車に轢かれたらどうなるんだろうとか思ったりもしてるんだけどね。ハンク。逃亡。ジェリコ。取り除す。決断の時。結構平和的で何かと来てるからね。マーカスに関しては。海賊の入り江、ブリッジ。ああ、もう、うん、撃ったもんね。撃った撃った。天敵。ああ、やっぱいなくなるのか。ははは。ゆずさんが、そろそろ、睡魔がね。あ、歌うやつちょっと行きましょうか。ここだよね。運命の分かれ道になるよね。多分ね。その前に、魂の夜見て、打つっていう選択の、の流れで行こっかな。あ、やっぱチェックポイントここになるんだ。あー、で、やっぱ逃げ方によってこっちに来るわけね。教会マーカス。あ、こっちからはダメ。あー。見逃す、打つってなっても多分、変わんのかな。まあ、やってみよう。カムスキーの、カムスキ、ちょっと待ってね。カムスキーのアンドロイド打つパターン。あ、はいはい。わかった。そこ行こう。カムスキーね。ちょっと待ってね。そうやね。今は夜にしてるんでね。見てる方はおやすみなさいやね。あ、ちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ。こっちで。カムスキーね。カムスキーが、カムスキー見ていこうかな。順序で見ていきたい。鳥の巣じゃない。ブリッジ。天敵かな？あ、いや、ここか。カムスキーか。セーブしない。いやー、バリバリ打つ気ですよ。そのために今、振り返ってるからね。いやいや、やっぱこれはね、クリアした人の特権なんで、まあでも、新しいルート解放するために、こうやらないといけないっていうのは、めちゃくちゃいいなって思う。まあ一応ね、もしかしたら打つ気満々でいるけど、やっぱ目の前にしたら打てないっていうパターンもね、あるからね。警部補、どうかされましたか？昨夜クリスがパトロール中、どうも変異体に襲われたらしい。だがマーカスに救われたって話だ。無事なんですか？ああ、ショック状態だが生きてる。いや、ハンクも懐かしいな。手がかり。どうやって探し出したんですか？サイバーライフがアンドロイドを売り始めた時、こいつがメディアに引っ張りだこだったのを思い出してな。電話かけてみたらこの通り。まあでもハンク本当鼻利くよね、そういう意味では。あ、クレイさん、どうも。私は
デトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。どうも。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。さあ、アンドロイドを待つと、まあやっぱここも待ち時間は切実。あ、分析する。600型チューリングテストに初めて合格したモデルです。んなことは聞いてない。ただ別品だって言っただけだろ。アマンダ。そうそう。いやでもアマンダの狙いがねよく分かんなかったんだよね。まあ変異体むしろ集めたいって感じだね。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ。よせよせ。わかりません。会えばわかるでしょう。俺もできることなら創造主に会ってみたいもんだね。文句の一つや二つ言ってやりて。お、マジで？フローチャートで？オッケー。この状態で？ああ、そういうことね。こういうふうにチェックができるってことだね。クロエが今戻ってきて、カブスキーで、粉を試す。ここで撃つというね。なるほど。ちょっとここで待機します。イライジャがお待ちです。ここら辺なんかあんのかな。特にないね。カムスキーさん。悪いな。すぐに行くよ。ちょっと待った。今気になるコメントが来た。ちょっとごめんなさいね。ほう、ほう。なるほど。よし。なんかあるんやね。何か起きるんやね。ほら、さっさ上がってこい、さっさ。意外と押し出されるね。いやー、イケメンなんやけどね、めっちゃ変わってるよねこの人ね。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件。変異体の操作をしてるとこで、あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か。実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。変異体のプログラムは人の感情を模倣しているようです。あなたならその原因がわかるかと思って。
アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるか。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。どちらの味方なんだ。率直に人間の味方です。それはプログラムされた返答だろ。だが君は、何を望んでいるのかな。んじゃ、ちょっと話の流れ的に質問をしているのは私たちのはずですが。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私が機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。永遠の美しさと若さを持つ。枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。捜査か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ。従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょう。コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやろう。じゃあ行きます。陰性か。同情すらせずアンドロイドの命よりも操作を選んだ。普通に撃ちますって言って、あれだったな。同情する前にも撃ったね。まったら撃たないと思って。約束だ。一つだけ質問に答えてやろう。さあ、RA9 とは一体何者なんです。そうだよ、これ一回も解けてないんだよ。起源であり、初めに目覚めるアンドロイド。自発的な宗教のような奇妙な現象だ。誰が RA9 かは分からない。実在するかすらね。救世主なのか、ただの神話なのか。だがたとえ馬鹿げていても、大いなる存在を信じずにはいられないんだよ。そこが人間との共通点だな。興味深い質問だ。だが聞くべきはそれではない。起源は誰なんだ。そうだった。戦争が始まる。君はどちらの味方だ。仲間を裏切るのか、創造主に反旗を翻すのか。とても悩ましい選択だ。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのか。創造主がね、なかなかやったくせもやったからね。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。
あ、ハンコ怒ってますね。あれは女性ではありません、警部補。女性の外見をした機械です。頭に銃を突きつけてあの女を撃ち殺したんだぞ。捜査を進めるために下までだ。必要なら何度でも同じことをしますよ。このクズ野郎が、お前何も感じないのか。本当にただの機械なんだな、このプラスチックのテクノボーが。その通り、私はただの機械です。何だと思っていたんですか。俺は、お前も。置いてくんかい。いや、誰も怒ってるね。そうか、こうなるか。大変怒らせてしまいましたね。失望したと。まあまあまあ、そりゃそりゃ怒るよねって。ああ、確かに宗教的な何かっていう意味では、確かに人間的な神様の位置づけっていうのは間違いなさそうな気がするね。じゃあ、最後一つ見ていきますか。時間的にもね。どれ見よっかな。この運命の分かれ道のここがね。はいはい、カメラが作動したまま動いていって、よし、ちょっとやってみるか。どうしてもちょっとハンクが生きてるのを見たいっていうのがあって、いやこのゲーム、誰がヒロインかなとか考えてたけど、ハンクかルーサーやね。位置的にね。なんか、女性の方がね、結構勝ち気なキャラが多いんで、なんかヒロインっていう感じではないんだよね。気を抜くな。さあ、これを、ちょっとね、僕、この選択もう一回やりたくて、見てて。1,2,3,4,5。さあ、そして、もう一人のコナーが登場するね、この後。で、重要なのが、今回やりたいのが、今降りてきました。これで待ち伏せしてるわけよね。排除した。で、変異を始めようとした時にハンクが人質に取られてるわけなんだよね。もう取られてるルートしかないからね。で、前回は犠牲にしたわけよ。なんだけど、今回ちょっと犠牲にしないっていう選択を取ります。さあ、変異する。まあ、アクション要素が強そうだな。
おとなしく降伏すればこいつは助けてすまねえなコナー。でもこいつお前に瓜二つでよ。さあここでやっと来た。こいつが生きるものはお前次第。やっと来た。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつかそれとも革命か。耳を貸すなコナー。こいつの言うことはデタラメだ。すみませんハク、あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。この言葉あるからね。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だなコナー。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。いやー今回はもうハンクを救う。いいだろう、降参だよ。ほう、ボタンが早い。早いって。いい。お。危な。動くな。おお。どっちや。あなたがいなかったら危なかった。殺すんです。もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。どっちかが俺の相棒で、もう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を。私が肩をつけます。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。初めて会った場所はジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリーをアップロードしたのか。俺の犬の名前は。やべ、俺知らないんだけど。ああ、ジャック？相撲。知らねえ。勝ったでしょ。彼を撃つんです。俺の息子の名前は。やべえ、全然覚えてねえ。あったー、コール。彼の名はコール。事故に遭った時、6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップして、あなたの車が横転した。でもあの時、緊急手術を担当できる人間がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。コールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。死ぬたびに生き返るお前を見てコールを思い出した。息子が戻ってくるなら何だってする。もう一度この腕に抱けるならな。だが人間は生き返らん。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当に。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。ハンク。
あー生きてる。ちなみにだよね、あのめっちゃ鍵マークに助けられた。そっか、ワンちゃんの名前スモーカー。いや普通にこのシーンを12話でしたかったな。でもここでマスカーの息子さんの名前っていうかつながるとはね。いやーというところで、というところで、まあね、ちょっといい頃合いなんでね、時間の方がね、ここまでとなります。番外編。一応、ハンクさんはあの後話が繋がっていくんだろうけど、いやー、めっちゃ俺すっ飛ばしてるね、ほんとね。そう考えると。あの、なんだろう、いきなり質問されたことに対して答えれない時点で、あの、記憶にないもんね。記憶にないどころか多分やってないもんね。息子の情報は、家に、行った時、ハンクの家に行った時に、多分情報として見るのよね。写真をね。だからそこで手に入れた情報なんで、多分たまたまそこを手に入れてたか、多分ルート的にあのルート選んだら出るようになってたのかちょっとわかんないですけど、信頼度もあるのかな。まあでもうまいことハンク助けてっていう感じだったね。いやー面白かったこれ。まあちょっとそうですね、番外編はこの1回限りで、終わりたいなと思ってるんですけど、デトロイト自体はちょっといろいろやってみたいなと思うシーンがあるんで、まあちょっとプライベートで楽しみたいなと思います。あとは結構コレクション的なのもあって、まあ、アートワークとか手に入るのよね、こういうのがね。あるんで、まあ、やり込み要素もあるので、まあ、ぜひ楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。ということで、動画を見ている方はここまでとなります。というのと、ドトレートビカムヒューマンは、本日ここまでと。まあ、本日というか、これで終わりとなります。なので、まあ、次回ですね、また別のゲームをしたいなと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。